はいどうもこんにちは、ゴロウくんです。本日は最強 CM 紹介しようと思います。この動画では僕が実際に使った CM の選手で強かった選手をトップ6という形式で紹介をしていこうと思います。この選手は強そうだなと思った選手は一通り使った上でのランキングになるので、ぜひスカット強化の参考になると幸いです。今回全ての選手においてフォーメーションは 4-1-1 にカッコ2のCM で起用をして、選手指示は全て初期設定で試合をしております。では早速ランキングに移っていこうと思います。それでは早速第6位からです。第6位はパケタです。キムスタイのおすすめは構築者になっていて、市場価格は12万コインで購入可能です。選手情報としてはスキル5、逆足4の左利き、180センチでキミストリー構築者をつけてあげるとカスタイプが長いになります。またワークレートはハイハイです。はい、そしてこの選手はサブポジションで CM、CF にも置くことができます。キミストリーアーキテクト構築者をつけて使ったんですけど、一番の長所としてはやはりスキル5があるっていうところで、ドリブルがしやすい、ボールを持ちやすいっていうところがいいところかなと思いました。また守備の面においてもフィジカルが強くて、パスタイプ長いにできるっていうところで、ボールをしっかり奪い取れるような印象もありました。この選手を使っていて感じた弱点としては、パスが少しもったいないかなって印象を持ちました。まあ、構築者をつけてあげてかなりパス上手くはなっているんですけども、まあ、ロングパス、スルーパスっていうところが、まあ、ちょっとこれから紹介する他の最強候補の選手と比較する弱点になってしまうかなというふうに感じました。この選手12万コインで現在買えて、今後アップグレードの可能性も大いにある選手ではあるんで、かなりいい選手かなと思います。それでは続きまして第5位です。第5位はモドリッチです。キムストリーのおすすめはシャドウになってます。また市場価格は8万コインで購入が可能な選手になっています。選手情報としてはスキル4、逆足4の右利き、172センチで、この選手はどう頑張っても加速タイプは長いにはできなくって、もともと爆発的の選手になっています。またワークレートはミディミディです。では詳細見ていこうと思うんですけども、この選手僕はケミストリーシャドウをつけて、使っていました。サブポジションはありません。 CM でのみこの選手は起用ができます。使っていて感じた長所としては、ドリブルが得しやすい選手っていう印象がありました。アジリティバランスが高くて、ペースもシャドウをつけてあげると80を超えているっていうところで、かなりドリブルがしやすい、ボールを持ちやすい選手っていう印象がありました。また冷静さ93あるっていうところで、パスズレも少ない印象がありました。終盤の選手としてボールを持ちやすいっていう意味では、この選手はデブライネ以上に強いなぁと感じるシーンがありました。逆に使っていて感じた弱点ですが、守備時におけるフィジカルの弱さっていうのは感じました。この選手インターセプトはかなりしてくれる選手っていう印象があるんですけども、相手に体をぶつけてボールを奪うっていうところは、ストレングスフィジカルが59っていうところもあって、まあ、かなり難しい選手っていう印象がありました。またワークレートミディミディっていうところで、攻撃の面においてはワンツーを使ったりトリガーランを使って動かせるんでいいんですけど、守備の面においては少し貢献度は低いかなっていう印象は持ちました。この選手も現在10万コイン以下で買える選手っていうところで、まあ、かなりコスパはいい選手かなと思います。強いです。それでは続きまして第4位です。第4位はマルキージオです。キム戦のおすすめはシャドウになっていて、60万コインで現在購入が可能です。選手情報としてはスキル4、逆足4の右利き、180センチで加速タイプは長くはできません。ワークレートハイハイです。それでは能力の詳細を見ながらお話をしていこうと思うんですけども、この選手サブポジとして CDM、LM で使えます。特に LM で使えるっていう部分は、僕も実際スカット組むときにこの選手を LM において使っていたんで、結構スカットの幅が広がるかなというふうに思います。では続いてこの選手を実際使っていて感じた長所をお話しすると、この選手はもう本当に使いやすいです。弱点という弱点がないっていうのが一番の長所かなというふうに思いました。正直この時期って強い選手であっても何かしらどこかに
弱点になるような部分がある選手っていうのが多いかなとは思うんですけども、この選手はそういう意味で言うと本当にバランスの能力をしていて、どこを取ってもこの選手の弱点がない選手かなというふうに思いました。では逆に弱点なんですが、先ほど言った通り弱点はない選手ではあるんですけど、飛び抜けてこの能力がすごいっていうところがないっていうのが、逆にこの選手の欠点といえば欠点かなというふうに思いました。ただこの選手は本当に万能な選手で使いやすい選手かなというふうに感じたので、正直欠点はないかなと思います。この選手も強い選手であることは間違いないです。続きまして第3位です。第3位はバルベルデです。この選手オスナケミストリーは構築者になっていて、現在49万コインで購入が可能です。選手情報としてはスキル3、逆足4の右利き、182センチで、スクタイプは構築者をつけてあげると長くできます。またワークレートはハイハイになってます。では能力の詳細見ていこうと思いますが、この選手サブポジはありません。 CM でだけ起用ができます。キミストリーは構築者をつけて起用してます。構築者をつけると長いにできます。一番の長所としては圧倒的な速さですね。ペースが90あって、プラススクタイプが長いっていうところで、かなりこの選手はスピード感がある選手かなと思いました。それに加えてワークレートがハイハイっていうところで、本当に攻守に素早く顔を出してくれて貢献できる選手かなっていうふうに思いました。またパスもすごく上手いですし、守備においてもフィジカル98まで上がってるんで、足の速さプラスフィジカルっていうところで、もうしっかり相手からボールを奪い取れる選手になってるんで、本当にこうしてかなり強い選手かなと思います。ただこの選手弱点挙げるとすれば、スキルが3っていうところが今回紹介する他の最強 CM と比べて弱点になってくるかなと思います。中盤の選手って比較的スキルなくてもいいかなと個人的には思ってるんですけども、やっぱりスキル3と4っていうのは結構大きいかなと思っていて、スキル4以上で使えるスキルってたくさんありますし、それが使えないと結構相手をかわす術っていうのが限定されてくるんで、少し使いにくさを感じる部分かなというふうに思うんで弱点といたしました。この選手この先 RTTK のカードっていうことでアップグレー来る可能性があって、そうなるとまたさらにこの選手は強化されるんで、使うのが楽しみかなと思ってます。それでは続きまして第2位です。第2位はデブライネです。オスナケミストリーは構築者になっていて、使用価格は50万コインで購入が可能です。選手情報としてはスキル4、逆足5の右利きで181センチ、スクタイプは構築者をしてあげると長くできます。またワークレートはハイハイになってます。では能力の詳細を見ながらお話をしていこうと思うんですけども、サブポジ CAM でも使えます。またケミストリー構築者アーキテクトをつけてあげるとタイプ長いにすることができます。開幕からずっと愛用している選手になりまして、この選手の一番の長所としては両足でのパス、そしてシュートっていうところが中盤の選手としてはもう圧倒的かなというふうに思います。視野99ありますし、外パス99、ロングパス98、またカーブも98あるっていうところで、アウトカーブでのパスっていうのもかなり取りやすい印象があります。またシュートにおいても決定力85以上ありますし、ロングシュート、シュートパワーっていうところもかなり高いっていうところで、もうこの選手は本当に両足でシュートを狙える選手かなというふうに思います。この選手はアシストももちろんできますし、自分で決めきるってこともできるんで、本当に強い選手かなというふうに思います。逆に弱点としてはドリブルが重いです。正直これは今回紹介するトップ6の選手と比べると結構な弱点になってしまうかなというふうに思ってます。守備の面においてはフィジカルが強いんで、そんなに遅さ重さっていうのは感じないんですけども、自分がボールを持ってドリブルを仕掛けるとかっていうことは結構難しいかなっていう印象があります。なのでドリブルで突破するっていうよりかはキーパスを狙うだったりとか、味方とワンツーして前にボールを運んでいくっていうのがいい選手かなと思います。それではラスト第1位です。第1位はヤヤトゥーレです。オスナケミストリーはシャドウになっていて、現在110万コインで購入が可能です。選手情報としてはスキル4、逆足4の右利き、188センチのスクタイプは元から長いの選手です。またワークレートはミリミリになってます。能力の詳細を見ていくと、この選手
CM、CAM がサブポジであります。サブタイプはもともとが長いになってるんで、僕はシャドウをつけて使っています。この選手はマルキージオと同じく FIFA23 からの新ヒーローっていう風になっていて、発表された時点からもう絶対強いやんと思ってて、もう絶対使おうと思った選手の一人になるんですけど、実際に使ってみて現時点の今の環境であれば、まあ、この選手が一番強さを感じる選手かなという風に思いました。長所としては圧倒的なフィジカルとパスの良さっていうところがあるかなと思います。もともとがサブタイプが長いっていうことで、キミストリーシャドウをつけることができますし、シャドウをつけてあげると守備値もかなりブーストできて、足の速さっていうのもブーストができます。加えて元からフィジカルがすごく高い選手になってるんで、フィジカルを生かしたボールダッシュっていうところはかなり強い印象があります。またパスについても元から視野が90あって、ショートパス90超えていて、ロングパスも85以上あるっていうところで、まあ、実際自分で使っていてもパスにおいてこの選手に不満が全くないなっていうところがあります。逆に使ってみて感じた弱点なんですけども、ワークレートミリミリっていうところがちょっと僕は使っていて感じるシーンがありました。特に守備の面でなんですけど、この選手自走差で相手のボールホルダーに体当てて取りに行けばほとんど取れるんですけど、自分でカーソル合わせずに守備に活かすっていうところは、まあ、少し戻りが遅いなっていうところがあったりとか、思ったより守備での貢献度はそういう意味では低いかなっていう風に感じました。自分で操作して守備に行く、もしくは相手にボール奪われちゃった時に奪い返すっていう能力は本当に高い選手かなっていう風に思っているんで、僕が今作のまで使った中ではもうダントツで一番視聴感がいい選手かなという風に思います。ということで本日の動画は以上です。今回は僕が実際に使って強かった最強 CM っていうのを紹介いたしました。この先も新イベで出てきた強そうな中盤の選手だったりとか、黒カードで最強候補に入ってきそうな選手っていうのは使ってまたランキングにしていこうと思います。他のポジション、フォワードやディフェンダーについても満足いくまで使ったら動画にしようと思ってます。もしよろしければチャンネル登録していただいて、次の動画も見てください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いいたします。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰る。